井上清潤、井上清潤6月13日から1962年1月5日は、日本海軍の軍人、政治家、男爵。最終階級は、海軍大佐、貴族院議員、本籍鹿児島県。外交官、吉田清成の次男として、米国ワシントン DC で生まれ、井上義朝海軍中将の養子となる。攻撃者を経て、 1901年12月、海軍兵学校を卒業し、1903年1月に、海軍少尉任官。海軍法術学校特集課終了。日清、新高の、各文隊長、何は法術長、約も文隊長、橋立法術長などを歴任し、1912年12月、海軍少佐に進級し、工作船、関東丸公会長となる。 1913年5月20日、養父の死去に伴い男尺を執着より人新郎付部官、解剖官、満州副長、平戸副長、台湾総督府副官などを経て、1918年12月、海軍中佐に進級。鹿島副長、井上義鹿元水副官兼出資、法官、最上官長などを歴任し、 1923年12月、海軍大佐に進級し退い1924年2月、予備役に編入された。その後、1925年7月10日、貴族院男爵議員に当選し、厚生会に所属し、1946年3月12日まで在任した。ありがとうございます。